旧鳥羽小学校校舎は、三重県鳥羽市飛山三丁目にある建築物。1929年に竣工し、2008年まで鳥羽市立鳥羽小学校の校舎として利用された。校舎としては、三重県で初めて建設された鉄筋コンクリート構造の建築物であり、現存する三重県最古の鉄筋コンクリート建築物である。2010年に、 日本の登録有形文化財に登録を受けた。旧都は小学校校舎は、鉄筋コンクリート構造3階建ての建築物であり、上から見ると、E の字型をしている。清水栄治の設計、西本組の思考による。清水は、神戸市役所の職員で、作品は、兵庫県神戸市周辺に集中しているが、鉄筋コンクリート構造の建築物を設計できる。 数少ない建築家であったことから、各地の町村役場から受注しており、旧都場小学校校舎もその一つである。正門表面は長さ67.48メートルあり、モルタルで仕上げている。ロマネスク建築を彷彿させる3連のアーチ窓や、円台のようなバルコニーがアクセントになっている。建築としての特徴は、背面の3階部分が斜面に張り出して、 その内部が大空間の行動となっていること、随所にアールデコ城の衣装を取り入れていることである。窓、柱、バルコニーはゴシック城を取り入れ、校舎1階には太い円柱の柱が廊下に立っている。廊下は木材でできており、卒業生からは暖かみがあると評価されていた。内壁は漆喰が塗られている。正門はコンクリートに、 人造石洗い出し仕上げを施した紋柱と鉄の門扉で構成され、どちらも経年劣化が進んでいる。校舎北側の手洗い場は、水道の閉鎖に伴い、蛇口が撤去され、外枠だけの状態で残っている。現役の校舎として利用されていた頃には、プールや体育館がない、バリアフリー非対応などの課題があった。 校舎裏面をおおむね建築当初の状態を保っているが、床板は校長室などごく一部を除き全面的に張り替えられ、照明器具は玄関のペンダントライト以外交換された。建具は建設当時の木製のものが一部残存し、外側はアルミサッシに変更された。2015年の旧都場小学校校舎保存活用計画、策定時点では内壁の漆喰剥離、 屋上の排水不良による内部の雨漏りが発生しており、北から南に傾斜する山腹に建設されたため、校舎北面と1階の最高不良と湿気が課題になっていた。旧運動場旧校舎は、久喜吉孝が築城した羽場城の本丸跡地付近に建設された。羽場城は標高40メートルの城山に築城され、海側に大手門が設けられていた。 1965年12月9日に、三重県指定史跡、鳥羽城跡が指定され、高知もこれに含まれたため、現地での建て替えが困難となった。本丸跡そのものは、旧鳥羽小学校の運動場として使われていた。学校の運動場としての利用を終えて、以降、避難場所として利用されている。鳥羽小学校は、1873年11月20日に、鳥羽藩の藩校、 少子館を母体として開校した大里学校を起源としている。開校当初は寺院を校舎に当てていたが、1894年11月に新校舎が落成し、これをしばらく利用した。しかし、経年劣化による校舎の老朽化と教室不足のため、時の鳥羽町は、西木町にあった校舎を全面改築し、校地も拡張することを計画した。 ところが、鳥場町会は、校舎変更意見書が提出されるなどして紛糾し、町民からも負担が重すぎるとして、反対署名や三重県への陳情などの運動が起こされた。こうした情勢で、鳥場出身の三木本幸吉は、鉄筋コンクリート校舎の建設を助言し、資金を提供したことから、町長の赤坂次郎基地の営団により、鳥場城後に新校舎を建設することが決定した。 建設当時の鳥場神城高等小学校1928年9月26日に、市校舎の西本組神戸市庁所で自賃祭を挙行して着工1929年2月16日に、竣工した。完成した校舎は、羽場城跡にそびえるように立ち、三重県発の鉄筋コンクリート校舎、設備は、県下一と称えられ、物珍しさから、 県内各地より見学者が訪れた。来訪者に、梨本宮森正王、王妃、逸子、国宮高王、王妃、静子、王子、王女、理権王、三重県知事の広瀬久滝らがいる。実際に学校として利用されるようになったのは、同年9月からで、9月3日に移転し9月26日に落成式を挙行した。 11月21日11月22日には全国初等教育大会が開催された。学生改革により1947年に鳥羽中学校が創立すると鳥羽省の校舎の一角を対応した。1948年には義務教育、特に中学校優先の原則により鳥羽中学校と鳥羽高等学校が校舎を交換することになったため鳥羽省の一角に 鳥羽高校が移転した。鳥羽高校は、翌1949年に、元の校舎に復帰し、鳥羽小単独の校舎に戻った。1954年9月、校舎建設費を出資した、三木本幸吉が死去し、校内で葬儀が行われた。1961年、給食室が消失し、1962年から3年授業で、 校舎の大規模修繕と給食室の再建が行われた。保存と移転をめぐる展開1989年に平成の時代に入るとモルタルの剥離や雨漏りが目立つようになり校舎の建て替えが検討された。2000年7月16日には市の計画が具現化する前に住民の要望を行政に届けようとボランティアで作る賭場省建設を考える会が 初会合を行い、校舎の良い点と悪い点が列挙された。2002年12月、戸橋は校舎の改築を打ち出したが、その後の調査で設計者が清水英二であることが判明し、PTA や同窓会は現校舎を保存し、より良い場所へ新校舎を建設し、移転するよう声を上げた。2003年の時点では、市側は適当な校地を確保できないとして、 改築の姿勢を崩していなかったが、2004年1月8日の年頭記者会見で、井村人氏市長が用地交渉中であることを公表した。この時の予定地は、鳥羽1丁目の新興電気鳥羽工場敷地の一部であり、土壌調査まで行われたが、反対の声が上がり、6月に白紙撤回された。これに変えて、2005年1月に、 東急不動産が所有する小浜町のホテル跡地が候補に上がったが、これも市民の賛同意見が少なく断念された。この頃の校舎は雨漏りが激しく、3階の行動や教室ではバケツで雨水を受け止めてしのいでいる状態であった。2006年3月になって、県人町の民有地が選定され、ここで決着した。移転地が決定すると、校舎の保存。 解体問題が再燃した。2007年5月9日には、賭場証言校舎の保全活用を進める会が、校舎保存を求めて市長に要望書を提出。2008年6月2日には、校舎保存を求める7505人分の署名簿が、市議会に提出された。同年12月1日、木田久市周一市長は、校舎の保存を正式決定したと発表し、 12月22日に現役の校舎としての役割を終えた。80年使われたこの校舎からは約13,300人が卒業していった。この間、雨漏り、対策や床の張り替えなど代償合わせて33件の補修が行われた。学校としての利用を終了すると、旧校舎は暫定的に民族資料や文化財の保管庫として利用することになった。 鳥羽省の県人町への移転により、旧校舎は保存、活用が検討され、旧鳥羽小学校活用検討準備委員会、旧鳥羽小学校活用検討委員会で議論が行われた結果、共同資料館、民間団体による活用、防災時の避難施設とする方針が示された。この間、2009年7月18日に、鳥羽し同窓会などの主催により親子社生会と、 撮影会が開かれ、2010年1月15日、登録基準の造形の規範となっているものを満たすものとして、日本国の登録有形文化財に登録された。登録番号は、第24から0086号である。これを受け、戸橋当局は2011年度に耐震診断を実施し、2015年3月に、旧戸ば小学校校舎保存活用計画を策定した。 この計画では、当初の姿を守りながら、展示施設、社会教育施設としての機能を持たせることを基本とし、校舎内の各部屋を、当初の姿をそのまま残す、保存部分、姿を維持する、保全部分、活用のために整備する、整備、活用部分に区分し、活用に向けては、一般公開する、公開部分、バックヤードとして利用する、非公開部分、立ち入り禁止区域の、 封鎖部分に分類した。また、鳥場省の移転により、羽場城の史跡公園としての整備が可能となり、三の丸跡や白山遊歩道が整備された。例えば、2013年に行われた発掘調査では、久喜吉高の築城当時の石垣合図に記録されていた大井戸が発見された。校舎表面急校舎の外観やグラウンド部分は自由に見学することができるが、 2019年11月現在、校舎内に立ち入ることはできない。飛橋教育委員会に前もって申請し、許可された場合は、職員立ち合いのもとで見学することができる規定になっているものの、市は原則非公開としている。旧校舎に常駐の職員はおらず、通常は防犯カメラで警備し、年2回草刈りと清掃を行っている。 旧都場小学校校舎保存活用計画では、1.2階の2四半分と3階の大部分を公開部分に指定し、1階の旧校長室を校舎の歴史展示室に、2階の旧資料室を現役時代の教室を再現した教育展示健康座室に、3階の行動を多目的ホールにすることなどが計画されている。この計画では、具体的な一般公開の時期を定めていない。 鳥羽市では、旧校舎の整備を、消防庁舎の新築や鳥羽市民体育館の改修工事などと並んで最重要事業と位置づけ、2017年より保存・活用に向けた工事を順次進めているところである。ありがとうございます。